皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校3年生の理科化学変化とイオン5時間目の内容です。この学習は単元4化学変化とイオン1章水溶液とイオンの2原子とイオンの中の原子の構造について学習します。2年生の学習で、すべての物質は原子からできているということを学習しましたね。では、物質を作る最小の粒子である原子はどのような作りになっているのでしょうか。皆さんはこれまで原子はそれ以上分けることができない。原子はなくなったり、新しくできたり、他の種類の原子に変わったりしない。原子にはその種類ごとに決まった質量があると学習してきましたね。これまで物質を構成する最小粒子と考えられていた原子。しかし原子はさらに小さい粒子で構成されているのです。では詳しく見ていきましょう。原子の中心にはプラスの電気を持った原子核が1個あります。そしてその周りをマイナスの電気を持った原子がいくつか回っています。原子核は原子に比べてとても小さいです。原子核はプラスの電気を持つ陽子と電気を持たない中性子でできています。原子核には陽子があるので、原子核はプラスの電気を持っているということができます。原子の種類は原子核中の陽子の数で決まります。例えば、水素原子は陽子を1個持ち、ヘリウム原子は陽子を2個持っています。2年生でも学習した周期表は原子を陽子の数の順に並べた表なのです。原子番号は陽子の数なのですね。原子核の陽子と電子が持つ電気の量は同じです。電気のプラス・マイナスの符号が反対になっています。原子の中では陽子の数と電子の数が等しいため、原子全体では電気を持ちません。このような状態を電気的に中性であると言います。では、教科書の156ページ、やってみようの練習問題を解いてみましょう。炭素、窒素、酸素、ナトリウム、アルミニウムのそれぞれの陽子の数はいくつでしょうか。教科書の巻末にある周期表を見て確認してみましょう。次回はイオンのでき方について学習します。